こんにちはマイルテックの田上です皆さんは今日ここまで何に乗って来られましたかタクシーで来られた方バスで来られた方塔で来られた方いろいろな方がいらっしゃると思いますでは30年後の皆さんはどうやって移動しているでしょうかもしその時車椅子を使っていたら寝たきりだったら今の移動手段と同じものを使うことはできるでしょうか 平均年齢21歳の私たちのチームにとって、ちょうど祖父母の世代が足腰が弱くなり、自力での移動が難しいことも増えてきました。いつまでも自由に自力で移動できるわけではない。その現実を突きつけられています。旅行へ行く。新しい人と出会う。はたまたお買い物をする。通院する。治療のためにある病院から別の病院へ移る。豊かな生活を送るために、健康で生き続けるために。 何歳になっても私たちに移動は不可欠です。自力での移動が難しい人々へ移動を届ける医療福祉モビリティのインフラを構築する私たちマイルテックはこのミッションに挑んでいます。自力での移動が難しい人々にとって一般的なタクシーや公共交通機関の利用は実は極めて難易度が高いです。出発地から目的地までの移動だけでなく 敷地内を車椅子やストレッチャーで動くことや乗り降りの解除も必要また人によっては酸素投与などの医療的な支援も必須です移動が複雑かつ専門的なものになるのですこの複雑かつ専門的な移動福祉タクシー民間救急と呼ばれる資格を持ったドライバーが乗るタクシーによって担われていますこれらのサービスにおいてドライバーとの予約のやり取りは移動する本人ではなく 病院、福祉施設の職員、また本人のご家族によって行われます。しかし、現状、予約は決して簡単ではありません。検索してみると、京都市内だけでも50程度の事業者があります。しかもそのほとんどが個人事業主で、平均保有台数は1.3台、サービスの内容もさまざまで、予約は各事業者に電話でお問い合わせとなります。電話で直接ドライバーにつながりますが、日中だと、 搬送中などでかけ直してほしいと、ぶつりと切られてしまったり、その日はもう埋まっているから無理だと言われたり、日程は大丈夫だけれどそもそもうちはリクライニングの車椅子に対応していないんだと断られてしまったり、何度も何度も電話が必要で、予約にかなりの手間がかかってしまう、これが現状の大きな課題です。予約確定までに平均で30分、場合によっては数時間かかることがあります。数年前までなら 電話予約でもも回せたかもし,れないしかし需要が増えた近年この予約体制は崩壊しています日時場所に加え体調に関する大事な情報も伝える必要がある中で言った言っていないなどの行き違いも起こるなど電話での手続きはやはり限界があります面倒な手続きを何とかこなさないといけないのかそれとも移動自体諦めないといけないのか私たちはマイルでこの課題の解決に挑みます 提供しているのは医療・福祉のモビリティサービスです移動手段を予約できるシステムと人々を乗せて走る車両サービス2つの側面から医療や福祉の移動を変革していきますまずマイルシステムでこれまであまりにも大変だった電話での予約に変革を起こします対応条件に合わせて最適なサービスを表示複雑な移動の条件も手元に残り当日安心して現車を待つことができますまたテキストベースの予約で 予約者、ドライバー、双方の電話にかかる時間を削減します。一方、マイルモビリティは、救急車両を活用し、これまで不足していた民間の医療搬送を担います。主に病院を出発し、目的とする移動です。このように車両に乗り込み、ドライバーの支援を受けながら、ストレッチャーや車椅子のまま移動することができます。マイルモビリティの運行は、各地域の搬送の担い手と共同運行をしています。 運行のクルーは救急救命士、看護師といった医療の資格を持っている方々です。この共同運行しているマイルモビリティの売り上げの一部とシステム上のドライバーからのマッチングごとのフィーが私たちの収益です。システムが広がり行われる予約が増えることで供給の不足ポイントが可視化される。そこに車両を投入していくというモデルです。私たちは今年4月にこのマイルをローンチしました。同じ課題意識を持っていた神戸市にて、 病院、施設、ドライバーの中で登録を広げ、マイルのエコシステムを作っています。3台のマイルモビリティも走り始めました。資格を持ったクルーが乗っていること、料金体系やデザインの分かりやすさから安心できるという声をたくさんいただいています。システム導入によって予約時間も大幅削減できています。30分もかかっていた予約が5分で制約。マイルモビリティの投入で数秒での予約確定も実現しています。 まだまだ正直原始的なシステムですが、それでも格段に利便性が上がっています。やらない理由はありません。私たちは来年までに政令している都市5つ以上でのサービス提供を行います。日本中の予約を驚くほど簡単に、そして安心できるものに変えていきます。さらに、病院へのシステムの拡張機能提供や、登録事業者の料金形態の企画化、デイサービス等への搬送提供などを通して、 付加価値とキャッシュポイントを拡大していきます。一見地域密着型でドメスティックに見えるこの産業、実は日本グローバル双方で市場が年10%と急成長しています。私たちは最も課題が顕在化しているこの日本からこの産業において医療、福祉のグローバルスタンダードを取りに行きます。パンデミックの際、 自分自身も移動ができなかった経験から、自力では移動ができない方々の移動手段に着目しました。これこそが私たちの創業のきっかけでした。あなたの街でもマイルモビリティが走る、マイルシステムで予約ができる、そんな未来、そんなインフラを作ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。